Don't watch if you don't want to see spoilers of the final mission.変身イフリート、人を愛した標人と対応なす神、彼がお前たちを出迎えたいそうだ。じゃあ待ってるよ上で。 気をつけろ。 迎えてはくれないぞ。
しまうぜ。サファイ、エラクティロー。何か言ってる？光を取り戻せってさ。もうすぐ果たせる。そうだな。城に帰ってきたんだな。玉座までもう少しだ。
明るいね。あいつがつけたんじゃねえか。ああ、俺たちは呼んでるんだろう。エレベーターは機能してんのか。ああ、使えそうだよ。まともく手厚い誘導だな。いいさ、無駄足踏まないで済む。着いた先は大沼か。ああ、でもそこかな。好き勝手しやがって。全て取り戻さねばな。ああ、決着をつける。する前の緊張を思い出すぜ。ああ、この場所に来るとな。俺も出発の日に来たんだよな。遠い昔みたいに感じるな。あの人は神話の中の闇ってことか。皮肉だな。光を司る王の一人のはずが。ああ、もう眠らせてやらないとな。そうやって神話の最後をノクトが作るんだね。どこかの絵に王子のつけた傷があったな。残っているか。いや、わからない。俺の側近がうまく隠してくれたからな。嫌いだな。え、どうして。ここに来ると親父の顔が険しくなってさ。ノクトの運命をあと少しだね。さあ行くか、ノクト。ああ、いや、ちょっと待ってくれ。プロムト、写真見てもいいかな。え、いいけど。一枚だけ欲しい。持って行きたいんだ。そっか、わかった。じゃあほら選びなよ。みんなで遊んだ時の写真はどう。いろんな店を回ったり街を歩いたりも楽しかったね。景色はいつも新鮮だったな。何の写真？じっと見てるね。
い写真じゃねえか。俺たち全員写ってる。そんな写真を選んでくれてよかった。じゃあ持ってってくれるのはそれだね。ああ。え、あれ、残念なお知らせです。ここ座りに来たんでしょ。もう空いてないってさ。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。待ってたよ、ノクト。待ちくたびれてイライラしたけどね。やっと OK を未来ごと潰せる。積年の恨みってとこか。執念深。玉座にいるのか。ああ、すぐにつまみ出す。あそこは俺の椅子だ。何をした。これは俺たち王の戦いだ。無駄なものはいらない。さあ来い、ノクティス。終わらせてやる。何も知らなかった非力な王子がどこまで成長できたんだろうね。失望させるな。Yeah!
様の力か物足りないな。もっと本気出しなよ。偉大な力をもらってきたんでしょ。死ねよ。じゃあ見せてもらおうか、クリスタルの力を。俺とどちらが強いか。力よ。らしくなってきたじゃないか、王様。子供の頃この部屋が嫌いでな。え、どうして？ここに来ると親父の顔が険しくなってさ。ノクトの運命を辛く感じてらしたんだろうな。あの人は皮肉だな。ああそうや。少しだね。さあ行くか、ノクト。ああ、いや、ちょっと待ってくれ。プロムト、写真見てもいいか？え、いいけど。一枚だけ欲しい。持って行きたいんだ。そっか、わかった。じゃあほら、選びなよ。
じゃあ持ってってくれるのはそれだね。ああ、何知らなかった、非力な選ばれし王か。さしすれば俺は弾かれた王だ。
らしくなってきたじゃないか、王様。どちらが先に倒れるか。歴代の王様たちじゃないか。使命を果たす準備はできていると。父親が死んだ時にバカ騒ぎして遊びほうけていたガキが。恋人が死んだ時疲れ切って横で伸びてた間抜けが10年程度で俺を超えたと思うなよ。俺がどれだけ闇の中で生きてきたと思ってる。終わったね、王様。死骸を排除して平和な世界を作るのか。俺をまた歴史から消し去って。でも今度は眠れるだろう。目を閉じろ。もう目は覚まさねえよ。先に行って待ってるよ。ここまでになるか。ああ、そうなる。頼むぜ。
頑張って。プロンプト、グラディオ、イグニス、あとは頼んだ。常に胸を張って生きろ。どうかご無事で。陛下。帰ったよ。ちゃんと胸張ってさ。遅くなったけど強くなった。ありがとな、ルーナ。みんな親父、一緒に過ごせて幸せだった。ルシスの王よ、集え。
いいから準備。行くぞ。はい。せーの。本当ないわ。ないよな。ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは離してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。エゴに席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。お前ら押してるか？押してるよ。押してる。もう近いはずだが。あれ？あ？あれあれ、看板でしょ？おう。マジか。全然近くねえし。おい、押せ。ああ。4人でキャンプなんて久しぶりだな。
そうだな。あのさ、どうした？俺は全然出てこねえな。俺な、覚悟して帰ってきたんだよ。けどなんかこうしてお前らの顔見たらさ、悪い、やっぱつれえわ。そりゃつれえでしょ。ちゃんと言えたじゃねえか。みんなどうもな。俺お前らのこと好きだわ。
ルナ・フレーナ。息子に指輪を届けてくれてありがとう。知っての通り頼りない息子だが最高の息子だ。どうかよろしく頼みます。ありがとう。
また変なの見つけたな。あ、待って、これ前のと合わせて3つで1個の部品になるんじゃない？一度ハンマーヘッドに持って行ってみるか。うん、シドニーに。ああ、シドじゃなくシドニーにな。あれ、王子、面白いもの持ってるね。ああ、これのことか。これを手に入れてるってことは結構しっかり世界を回ったってことか。よし、ちょっと時間ちょうだい。任せといて、急いでレガリアに組み込むよ。さあ、行ってらっしゃい。走るだけじゃ見られない景色が見られるよ。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。景色だ。車って飛べんだな。
降り始めたな。どうも、今日は何がご入り用ですか？ありがとうございました。準備はできているか？あ、よし、行くか。そんなに降ってたのに上がったな。急な天気だね。虹出てないかな。
が先に出て動きを止める。そしたら続け。順番いらないだろう。どこで引っ越って行くぞ。油断したら僕と。感じだ。当然。こっちこっち。戦いになるで。まあな。無事に済んだ。これ、何の建物？いつの時代のものなんだろうな。一体誰がこんなもん作ったんだかな。あ、見て、下までずっと続いてる。かなり深そうだな。廃墟というわけではなさそうだが。そうそう、でも入り口ないんだよね。確かにないな。人を拒む塔か。なんかありそうだな。あっ、ジャケット脱いだらどうだ。
お？風が気持ちいいね。そうだな。ここは気持ちいいな。そうだな。